が掃除してたっつうか。え、あー、終わった。お疲れ様。俺に領収書を差し上げますわ。何使いと、ほら脱税とか。こらこら、それじゃあお茶にしましょうか。また電力するぞ。トイレまた掃除抜け道。おこのキレレな部屋だけじゃ物足りない。ありない夢見てたいの。12日は過ぎたけど残りの時間買い占めましょう。いでたちはあんこはねえと心あんのね。ああ、人生の勝利法は常に上に立つこと。壊するものすべてこの手に。紅茶でよくて。私はワンカップに。あかんて。イギリス貴族の流行でしたよ。なあ、ほら、はあ、向こうには何があるんですか。ドブですわ。ドブって。ちょっと探検してみますわよ。ナスノさん、ナスノさんじゃない。ドブにハマった人がいる。わしはドブのせい。ドブのせい。お前が落としたのは金のドブか銀のドブか。いや、ドブに落ちてんのは君の方じゃないの。うまいこと言ってないで助けんか。助けてほしいならそう言ってよ。助かったぞ、お礼にドブをやろう。いらないよ。お前ヨーダだな、羊の。そうだけど君は。わしは高宮綾乃じゃ。綾乃ちゃん、わかるか。ひらがなの網、ひらがなの闇、ひらがなののだぞ。わかるよ。以上説明終わり。ナスノさんの妹かな。わしの顔に何かついておるか。これは皮膚というものじゃ。知ってるよ、剥がさなくていいって。お前の顔にもさっきからクワガタがついておる。なんで。さて屋敷に戻るぞ。ついてまいれ。道を知らん者はドブにハマってしまうからの。君ハマってたじゃん。お墓、もしかしてナスノさんのお母さんも。いいドブでも見つかったか。いいドブって、このお墓は。おお、これはセーブポイントじゃ。セーブポイント。ドブに落ちても平気じゃぞ。いや、平気じゃなかったでしょ、さっき。あら、ヨータのたれ死んだかと思ったわ。ひでえな、何してたんですか。見ての通り、鷹狩りですわ。それは足でしょ。細かいことはいいのよ。そういえば、この子は妹さんですか。何言ってますの、私のお母様ですわ。嘘をかけろ。続く。